第103回竹井照子天チャンネル、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ僕たち芸人の大先輩である大師匠がやってた演芸の芸をちょっと学んでいこうということを志してみました。今日はですね、まあギター漫談っていうね、まあ若い子なんかでもまあギター持ってバッとネタやったりする子とかもいてるんですけど、従来まあ師匠方がギター漫談っていうのをギター持ってね、ほんでこういろいろこうネタを喋ってこう歌を歌って、でこう歌でちょっと笑かしたりする歌ネタみたいなのもあるんですが、その入り方の絶妙な間とか、ああいう演芸の芸っていうので、まあギター漫談でいろんな方いてますけど、あの南州太郎さんっていう方、この方はもう大師匠でございますがね、あの YouTube でもあります、ちょっと検索してみてください。絶妙な間ですね。これをちょっとね、私もちょっとこれに対して挑戦してみようと思ってやってみました。見てください。どうぞ。どうもこんにちは。ギター漫談のウエスタン太郎でございます。よろしくお願いいたします。まあこの格好見ていただいた通り、まあウエスタンの曲は一曲もやらないんでございますが、だったらあかんやないかみたいな話でございますが、まあね、この世界入ったというのはやっぱ売れてお金持ちになって親をね、楽させてあげよう、大きな家建てたろうと思ってこの世界入って、まあ3年目ぐらいで先輩に言われましてね、まあまあウエスタン焦るなよと3年ぐらいやって、ってからのスタートやぞって言われまして、まあまあ10年ぐらいやったら売れるやろうと、でも10年やって売れへんかったらもう一生売れへんぞ言われまして、私今30年やらせていただいております。あかんやないかみたいな話でございますが、まあでもね、頑張ろうさせていただいております。今日は素敵なお客さんねえ、あの目黒美人と聞きますが、あの目黒区の方って美人が多いと聞いております。今日見渡す限りね、皆さん、大田区の方ですか？そんな失礼なこと言うとあかんがな。みたいな感じでございますがね。まあ皆さんお忙しい中、こうやってね、足を運んでいただきまして。まあ忙しかったら来えへんわな。暇やから来るんやろな。失礼やって言うね、本当にね。まあ、ありがとうございます。まあ、こうやってギターも出してもらって、いろんなとこで歌わせていただいておるわけですが、やっぱりフォークが好きですな。ナイフより違いまんかな、それと。フォークギターの方でございますよ。ねえ、長渕剛さんが好きでございまして。長渕剛といえばね、まあ今も好きですけど、やっぱりね、あの、初期の頃の長渕剛さん、良かったですな。やっぱり女性の気持ちをこう歌ってる歌が良かったですね。一番大好きなのが、あの、素顔という曲。ご存知ですか？夜は早寝ますね。もう9時になったら寝たんだろうわ。若い時はもうそら夜中の1時、2時まで起きとったけど、もうとんでもない。9時になったらもう眠たらんなら。ほんで朝5時になったら必ず起きてまうねん。ションベン近いから。便所遠いのに。ほんで残尿言うの？この年になったらな、もう残尿がおしっこより多くなってきたわ。まあ本当に夜はね、寝るの早い。何の話してまんねんっていう話でございますが、やっぱフォークが好きですな。他に好きな言うたら、かぐや姫。ねえ、かぐや姫とか、風とかの22歳の別れとか、いい歌でしたな。穴があったら入りたい。恥ずかしいことがあって、穴があったら入りたいほど。いや、この前自転車乗っとったら、ポッと見たら、財布が、黒の財布が落ちてまんねん。
ああと思って引き返してね、周り誰も見てへんなと思ってこそーって拾ったらね、黒の靴下やって。恥ずかしい話やから、本当に穴があったら入りたいがな、本当にね。まあフォークも好きでございますが、私ね60年代ポップスオールディーズが好きでね、皆さんのルイジアナママっていうのをご存知ですか？あの子はルイジアナママっていうあの曲好きです。いい歌ですね。あの子はどこ行ったんやろうね。あの松浦あや、あやや言うてね、可愛らしいよ歌ってたのに、おう急におらんようになったね。イエーイめっちゃホーリーで言うてね、どっか放り出されたんやろね。なんでやねんっていう話やけど、それとランランとかもね、どこ行ったんやろね。あのいっぱいテレビ出てたのに急に出てけえへんようになった人っていっぱいおるでね、いますね。え、私かいな。私は最初からテレビ出てまへんがな。あかんがな、それやったら。うん、家でね、テレビ見とったらね、嫁はんに言われまんねん。あんた、いつまでテレビ見てんの、日曜日に。テレビは見るもんちゃう、出るもんや言うて言いまんねん。ほんとにね、腹立ちましたろ。いや、私はテレビ出たいんです。それと向こうが出るな言うんやから、しゃあない。ああ、まあ、頑張らさせていただかなあかんなと思っておるわけでございますがね。本当にもう、音楽は好きですな。私が一番最初に買うたレコードが、世良政則さんの、あんたのバラード。ご存知ですか？こういう歌。あんたに言うやつね。好きでね、甘いもん好きやわ。うん、あんこ大好き。うん、そんなのね、大判焼きいうのね、知ってまっか？大判焼きって、あの大阪はね、大判焼き言いまんね。で、東京は回転焼きって言いまんね。まだこれ言い方がまだ違うね。大阪はマクドナルドのことマクド行こうか、東京はマック行こうか言いまん。ほんならケンタッキーフライドチキンは東京はケンタ行こうよ。で、大阪はなんていうか、柏行こうかって。そんなわけあらへんがな。ねえ。まあ、世良政則さんはね、やっぱり、いい歌を歌ってますね。皆さん、ツイストというね、バンドを組んでおりました。覚えてはりますか？昭和50年代の、引き金という、あーいそずかしろってあの歌よろしいな。あーいそずかして梅藩出て行きまして、もうとうとう出て行きよって、もうよう喧嘩しまんねん。おーこの前もね、モンブランのケーキ食べとったらちょっとくれって米飯が言いまんね。ほな食べえや。半分以上食いやがって。お前ちょっと言うたんちゃうか、私のちょっとはこれぐらいやって。何十個言い方食いげいやらしい。もうええ、私出て行こうって。出て行くってどこ行くんやって。まあまあ、風呂行ってくるだけやがなって。風呂行って半年経ってまんね。どこまで行ってまんね。どこの風呂屋まで行ってるんや。わかりまへんがな。まあ、歌といえば昔の歌で、加山雄三さんの歌とかね。うん、いいです。蓋を閉めたかいな。鍋の蓋。今、筑前に炊いてまんねん。鍋の蓋でね、一缶とちょっと圧力かけてね、その熱でこう、煮込んでいくいうのがうまいでんね。やっぱりね、料理もしますねん。嫁が出て行ったから。
この前もね、カレー作ろうと思って、男料理。カレー作ろうと思いましてな。で、圧力鍋でね、もう、じゃがいも丸々、人参丸々、ね、玉ねぎ丸々入れて圧力がシューッとかけたらすぐできまんね。で、圧力鍋蓋開けようと思ったら、シャーって、シャーって、出まんね。あれが怖いですね。シュー、シュー出るからね、怖になってね、誰に圧力かけとんねん。で、その鍋のまま掘ってしまいましてね。そろそろ筑前煮ができるようやから、これでおいとまさせていただきます。ありがとうございます、ウエスタン太郎さん。なかなか良かったんではなかろうか。ねえ、まあ、南州太郎師匠のなんかちょっと絶妙な間をちょっと真似させていただいたんですけど、やっぱりね、あれは、どないの曲名を言って、ほんでこう前奏を素晴らしく弾いて歌うんかなと思ったら歌えへんみたいなね。酒は涙かため息か、この歌よろしいな。次どこ行こうかみたいなね、こういうやつ歌えへんのかいみたいな、あの絶妙な間が、俺これで今の曲をこう弾いてやったらこれウケるんちゃうかと、このパターンっていうのはまあまあ、あの誰しもがやってるパターンでございましてね、ただこれにはこうギター技術が絶対必要になって、緊張とかまでこれがギターが演奏とかがたどたどしてたら絶対にウケない、もう完璧に弾いて、ほんで歌もうまいというね、その実力が絶対に必要になってくるという、このねえ、師匠方がやってた演芸っていうのはやっぱ今思えば素晴らしい芸ですよね。ほんで今俺世の中求めてる芸ってこういう芸ちゃうかなとは思いますよ。まあそういうギターを持ってね、こう持ってるとき突っ込むとき、なんでやねんみたいなね、アホかみたいなね、こういうの、まあフットボールのね、後藤さんとかがね、ちょっとパロってあんなやったりしてますみたいな感じで、違うわな、みたいな突っ込み入れるときに、こうパッとギターを入れたりする。それでちょっとなかなか突っ込みを活かすみたいな話があるんですけど。で、まあこう漫談やってるときにね、ギター漫談の人とか、こうなんかこう曲をこう弾きながらこう漫談を喋るっていう、そんな、あんまりこう言い方知ってるけど、面白くない話でもなんかこう聞けるという、この音がこう、ギターが入ってるから、これでちょっとこうごまかしが効くみたいな。でも、だからウクレレをこう弾きながらこう喋ってはる人とかいてますけどね。だから、まあでも逆にこうメロディーを弾きながら漫談を喋るって難しい。逆に俺は難しいと思うの。だから俺はもう楽器なしでもう喋り一本でやるから、その喋ってる時に音とか何もないから、やっぱりごまかしが効かへんみたいな。でもギター漫談はやっぱりギターがこう素晴らしくこう喋りに邪魔にならんようなこう BGM 程度にこう弾いてこう喋っていくっていうのもこれ。ほんで、みたいな感じで入れたりしたりするっていうのもなかなかこれ面白いと思います。まあこういった感じでね、ちょっと演芸という芸を師匠方がやってた芸をちょっと挑戦していくっていう、のも試んでみようかなと。他、まあ腹話術とかね、ああいうのね、やってみたいなと思いますよ。また挑戦してみたいと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。